あと僕の内房でビタ止めしまくってましたけど、インスタで何万回いきそうなんですか。あれは300万いったな。えぐ。モレリアのおかげや。いやでもモレリアモレリア言ってますけど、なんかデメリットとかないんですか。デメリットはマジであって、まあ、コメントでもよくいただくねんけど、天然比較でめっちゃ柔らかくなるから、これが4年目のモレリアやねんけど、横伸びがえぐい。で、もう走ってる途中足動いて、こう怪我するんじゃないかっていうぐらい横伸びする。ここはトレシューもスパイクもやっぱデメリット。もうこれ半年やねんけど、もうこれでもめっちゃ動くぐらい横伸び激しい。マジでもう 0.5 サイズ上がったんじゃないかっていうぐらい横広がる。だる。いやでもだからその変形するかは天然比較嫌いなんですよ僕。えでアジリティ面は？アジリティは正直ベイパーとかアルファの方が絶対いい。それはあれ軽いとか履き心地が良くて足に馴染んでるから走りやすいっていうのは感じるけど、その推進力とかはあんま感じないから、あんまっていうか全然全然ない。で人工比較と天然比較で履いて4年でこんぐらいポイント残ってるから、これはまあ減りはいいよね。確かにだいぶ残ってる、だいぶ残ってるから。なので皮伸び抑える方法あったらね、ぜひ教えてほしいです。水洗いしたらいいんちゃう。水洗いしたらこれ天然比較やから皮傷むね。人工比較は丸洗い OK やけど。地獄やん。え伸びたらさタッチとかやりにくくなる。なんかサイズ感は余ってて履き心地はちょっと良くなくなってんねんけど、柔らかい分にはやっぱタッチしやすいから、4年経ってこんなんやけどまだ試合でも履いてるって感じやな。うーん、足の動きはもう年々エグくなってる。だから靴下とかでカバーしてんの。うん、アクティバイタルの分厚いのを履いてカバーしてるけど、それでももう伸びて広がってる。でもこれからも履いていきます。ありがとうございます。